来るの本当に。これ勝手に来るの？取りに行くの来るの？どっちなの？これ来るの？呼ばれるの？取りに行くの？どれなの？何なの？っていうかだいぶ手の甲の日焼けはもう収まったというか、ほぼ全開めくれた感じ。知らん間に腕時計の跡分かる？分かんないな。腕時計の跡って分かるか？分かれへん。消えてる。いつになったら来るんだよな。ラーメン来ねえよ。忘れられてるの。だいぶ待ってるな。まだ2時間あるからいいけどさ、まだ2時間あるからいいけど、2時間経っても来る方どうしたいですか。なんだよ、なんだよってなんだよ。歌ってんだけどやばくないかこれ。歌う前にラーメン作ってくれる？早く。歌はいいからさ、早くラーメン作ってくれる？だいぶ待ってんだけど。注文して何分待ってるんだよ。カップヌードルならもう出来上がっとるわ。麺から売ってんの？お前とえ、まさか麺から売ってる感じ？これちょっとさ、寝起きなんだからさ、そこにお手元が見えてるんだけど、割り箸、お手元が見えてるんだけど、私服で入ってきた。いやもう胃もたれしてもう気持ち悪いんだけど、毎日毎日ハンバーガーとサンドイッチ食いすぎてもう胃もたれして気持ち悪いんだけど、もう当分肉系はいいわ。もうマジで肉系とパン系はもう当分いらないわ。そういえばさ、日本出る前もさ、いい肉の日やったからサーロイン食って、なんで日本で一番分厚いサーロイン食ってこっち来て分厚い肉一個も食わずじまいなの？結局オージービーフを食わずじまいだったんだけど、これ何なの？これ何の食べ物？これ何の食べ物？例えられないわ。これこれ何の食べ物なんやろ。ちょっと例えられへん。何の肉かもわからんし、これが何の肉かもわからんし、何の麺かもわからんし、ラーメン出ないことは確かやな。もう二度とこんなもん頼まないわ俺。もう外国来てヌードルスープとか頼んだらあかんぞ。もう味が全くわからん。
だってさ、付け合わせにレモンがついてくるのよ、レモンが。レモン絞るか、お前ら。もやし生でついてたしさ。これどこの国、どこの国のヌードル、これ。台湾かなんか。食品香辛ってあれだから中国っぽいのな。中国っぽいで、え、これにチリソース入れるってことマジで言うてる。ふざけて作ってんじゃん、このレシピ。今日はこんなん適当に出してみないみたいな。こんな食べ物初めてなんだけど。なんて言ったらいいんだろう、これ。これ何？マジでこれ何？あのさ、毎日マクロとケンタだけも嫌やけど、わけのわからんもん食べさせるのはもっと嫌。100% ラーメンの味じゃないからな、これ。なんて表現したらいいんでしょう。どんな味って聞かれてもこれ足こたえれないぞ、これ。だってトマト入ってるし。ピーマンかな。もう何が入ってるかも分からへん。麺が分からへん、麺が。どこの国の料理なんだよ、そもそも。でも一応中国のチリソースなんやな。不思議やな。中国の方のラーメンってこんなもんなの。ちょっと誰かこの食べ物が何ていう食べ物か教えてよ。何味か教えて。食べてる本人が一番分かってないんだけど、これ何味、これ。この間もなんかわけのわからん味のもの食べたよな。なんか噛めば噛むほどあのサンオイルの味がする食べ物、あれ何やったかな。もうまともな食べ物全然食べてないんだけど。そういうところでさ、日本食レストランやれば儲かると思うんだけど、マジで。
一度完食はしたけどさ、何だったんだろう、なんていう食い物、何だったんだろう、これは。強烈に残ってるのはもやしが生っていうことで、生のもやしが一番インパクトがあるって、それだけ。もやしぐらい湯通ししろよ。せめてよ、もやしは湯がいて生のまま出さないで。絶対これ作り方間違ってるわ。絶対作り方間違ってるよ、こんなん。なんて言ったらいいのかな、多分だけどこいつはもうその元々の味のやつを食ったことがなくて、こんなもんだろうっていうので作ってるだけで、絶対味付け間違ってると思うんだけど、これ。この間おばちゃんまだ追加でなんか買いに行ったわけ、マジやから。これ追加しなくてもさ、ここはパッパッと食べて出てさ、別のとこでなんか別のもの頼んだ方がよくない？なんて答えたらいいんだよ、このスープの味。白湯スープとかそういうのじゃなくてさ、なんて言ったらいいのかな、ほんまに表現が難しいわ。何味って表現しろって言われたら、すごい難しいな、こっちが。薬飲むわ、とりあえず。せっかくだから、ちょっとここで薬飲ませていただくわ。寝る前の薬もなくなっちゃったから。朝昼晩飲む薬がまだ残ってるから、ちょっと朝食後の薬だけ飲ませてもらおう、このスープ。このスープで薬飲む。絶対ラーメンじゃないし、 100% ラーメンじゃないし、でも今回さ、OG ドル全部使い切ったんだけど、200ドル使い切ったんだけど、残り2ドルしかないんだけど、残り2ドル25セントしかないんだけど、2ドル25セント、これ何に使ったらいいの？ 2ドル25セントって何かで聞いたの？あの値段かな？コーラか。コーラが2ドルだわ。ってことは25セントだけ余るな。25セント。25セントっていくら？ 0.25×90。0.25×90。94で割ったらいいのか。22円ぐらい。22円50銭、22円とか、22円何も買えないわ。一応胡椒らしきのものとか入ってるから、なんなん、中国ではない、これタイ違う、ベトナム、何料理これ。あとの酸っぱい、スープは勘弁してください。無理です。スープは無理です。ネギは食えるけど、食えたけど、スープは無理です。じゃあコーラ飲みに行こう。コーラ探す、コーラ。
出る時もめっちゃ睨まれたんだけど。コーラの自販機どこにあるの？あ、お腹いっぱいだけど気持ち悪いわ。もうわけのわからん麺食わされて気持ち悪いわ。あれなんていう麺？なんなんだあのヌードルスープって。ヌードルスープってなんだよ。ラーメンじゃねえのかよ。ゲートは7番ゲートなのよ俺。次、あ、自販機発見した。あそこでも2ドルコーラ売ってるかな。さっき見たら6ドルとか書いてたような気すんねんけど。うわ気持ち悪い。これもしかしてクレカ使わんとあかん感じ。あ、向こうにも自販機あるな。最悪。ほら絶対でっかいコーラやからこんなん2ドルじゃないし。ほら4ドル50セントもするやん。買えないわ。2ドルで水も買えないんだけど。水も3ドルするんだけど。なんなん。あのね、日本っていう国はね恵まれすぎ。日本ってあの自販機があって100円に入れたらジュース買えるでしょ。下手したら大阪とかに行くのとか西成とかさ50円とか30円でジュース買えるじゃない。こっち3ドル以上じゃないと自販機で物買えないからな。じゃあマジかよ。この余った2ドルは何に使うねんじゃ。ちょ1ドルのフローズンコーラか1ドルのセブンカフェないの。7番ゲートこっちやな。くっそ何も買えないんだが。あ、無理やな。そやな4ドルするよなコーヒーも。Attention please. Passengers for Virgin Australia flight 189 to Queenstown, boarding please at gate 10. どうしたらいいのこれ。5ドルか10ドルオンリーだって。そもそも2ドル1ドルコイン使えないじゃん。もう何買うのよ。じゃあちょっとクレジットカードで買う。コーヒー飲む。コーラ飲む。コーラでもそんなでかいコーラいらないんだけど。レモンもそんなでかいのいらない。ちっちゃいのでいいんだけど。ちょっとコーラ売ってる。売ってないだろこれ。ちっこいコーラなんか売ってないだろう。どうしたらいいのマジで。ちょっとだけ喉乾いたとかってどうすんの。こうしょ、機械相手にどうやって握るんだよ。ちょっともうこれちょっとだけ喉乾いたとか日本人とかどうしてんのこれマジで。バブルかよ。バブルなのか。寝てるぞ寝てるぞ。どうやって寝てんのあれ。 あそこのシートは間のってスリがないのか。2ドル2ドル。ほら3ドル50セントやし。あそうか、そもそも自販機は1ドルコインが使えないんだわ。もうどうしたらいいの。ちょっとマジでどうしたらいいのよ。 2ドル25セントどうすんのよ余って。100円ぐらいだからいいけどさ。お土産に持っとくからいいけどさ。あ、ショップあるやん。でも2ドルのもんなんか売ってないわな。2ドルのもんなんか売ってないわな。2ドルのもんって何なんだよ。ナッツはいくら。これは20ドル。高いわ。2ドルのもんって何。2ドルのもんって何がある。2ドルのもん。2ドルだから2ドルだから。うわーもう最悪や。さっきあんなわけのわからんヌードルスープなんか頼むんじゃなかったわ。じゃあもう、あ、ここ売ってるな。売ってる売ってる。ここやったら2ドルコーラあるだろうこれ。ラッキー。2ドル25セント。2ドル25セント。2ドル25セント。どうだどうだ。3ドル。なんで3ドルなんだよ。なんで一番安いのが3ドルなんだよ。
ざけるなよ。ニドルコーラ売っとけよ。あんな、なんで3ドル19セント、3ドル9セントなんだよ。おかしいだろ。いつも2ドルで売ってるだろうよ。ちょ、マジで一番安いのが3ドル9セントなんだけど、どういうこと？一番安いのが3ドルなんだけど、ちょ、マジで、ちょ、マジで、割とマジで、ちょっと割とマジで、余った2ドルはどう使うの？じゃあ2ドル余った時はどうすんの？君たち、もう持って帰るしか方法はないのか？この2ドルは。ああ、自販機は無理なのは分かったから、この酒なんか絶対無理に決まってんだろ。2ドルで、2ドルで酒は無理だろう。どうしようかな。こうなったらクレジットカードしかないか。デビットで自販機で買えるのかな。じゃあね、自販機で買うほどそんな飲まんでいいもん。3ドルのコーラ誰がくれるの？1ドルプリーズ、1ドラープリーズって誰がくれるの？花火もくれないのに1ドルくれるわけないだろう。ちょっと1ドルだ。ちょ、マジでどうしたらいいの？あ、だから自販機は無理ないな。それ自販機は無理ない。自販機は絶対無理ない。だからショップで小さな2ドルコークを探すしかないのよ。でも2ドルコーク売って置いてないのよ。扱ってないの。3ドルからなのよ。3ドルからなのよ。3ドルから。なんで空港だってこんな偉そうなの？なんで3ドルからなの？もうどこに売ってんのさ、2ドルコーク。今飲んどかな。どうせ飛行機乗ったら食い物とか飲み物出てきてまうから。さっきも寝る前にわけのわからんピザみたいなんとなんか飲み物って言われて、もうめんどくさいから、あのコーヒープリーズって言ったよ。エニシュガーエニミルクって聞かれたから、ツーシュガーアンドツーミルクスって答えてやったよ。あはん、サンキューって言ったら You are welcome って言われたわ。初めて言われたわ。初めて You are welcome って単語聞いたわ。使うたな You are welcome って。日本人、あのお姉ちゃん日本人、あのお姉ちゃん日本人、日本人、日本語喋る。お姉ちゃん、お姉ちゃん日本語喋る。ちょ、2ドル2ドルどうすんの？この2ドル LCC ちゃうの？いや LCC どうなんやろ。カンタスって LCC なの？ LCC じゃないの？よくわからんけど。結局一周してきただけで終わるような気がするんだけど。余った2ドルどうすんねやろ。これさっきのとこやな。3ドルのコーラを頼もうとしてデビットカードが使えなかったら恥ずかしいから、自販機でコーラを買おうか。結局自販機行くのかよ。でも自販機 5ドルするからね。5ドルもするんだけどコーラっていうか、めっちゃおるやん人。なんで自販機のとこにめっちゃ人おんの？今日俺何周してんのここ。カンタスは普通、あ、普通って何？普通っていうのは ANA とかそういうレベルってこと？ ANA とか JAL ってこと？この時期しかないよって。日本語通じないだろ。花火ちょうだいって言っても日本語通じないでしょ。か空港の中で花火とかあるの？もうなんで？もう完全に引退したな。
最後の最後さ、キレゲーでやってたけど、思いっきり引退したな。もう二度と出てこないな、七原くんは。まああれなんだろうな、横山みどりが議員なんかになってしまったから、ショックで仕方がなかったんだろうな。ダメだ、自販機がねえわ今度は。あれ自販機どこ、自販機どこ、あれ自販機どこよこれ俺動いてんの見たらなんかクル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 回ってんやろな、空港の中。びっくりするぐらいに。あ、またあの学生たち、俺もしかしてあの学生たち俺一緒に飲んだ。 あったあった自販機、もうこれしかないんだけど、でかいんだよこれ。コーラ4ドルこれ 何ミリリットル入ってんのこれ。600ミリリットルとかでかすぎるだろ。コーラとかスプライトとかこのレモネードだけ600ミリリットルパンパンになるわ。その辺の人に聞く、何を聞くの、何を聞いたらいい。クレジットカードはどこに入れんの、あそこにカード入れんのか。